次は伊藤選手です。札幌ドームにお越しの皆さん、そしてテレビラジオインターネットの前のファンタジファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日は王田の2人のヒーローに来ていただきました。まずはラドヒーロー、今シーズン初の王田賞、高濱優斗選手です。高濱選手、ありがとうございます。ハードワークを見る今日の試合でしたが、どんな思いで試合に臨んだんでしょうか。そうです、やっぱり初戦を取ったら3連勝できると思うので、まあ、気合い入れていきました。ロイル後初の3安打猛打賞、そのうち2安打は沢村賞投手の大野雄大投手からでした。その点についてはいかがですか。そうです、あんまりそれは気にせずに自分のバッティングだけをしようと思って臨みました。また今日の先発は伊藤大海投手でした。ピッチングご覧になってていかがでしょうか。そうですね、粘り強くリターンを投げてたので、まあ、何としても勝ちたかったです。これでチームは3連戦の初戦白星で飾ることができました。明日明後日と試合が続いていきます。皆さんに向けて一言お願いします。明日も勝つので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。明日の猛打賞、高濱優斗選手でした。続いてプロ入り後初めて本拠地札幌ドームで勝利を手にしました伊藤大海投手です。ナイスピッチングでした。本拠地での初白星、今のお気持ち聞かせてください。そうですね、まずこう北海道で勝つことの意味の大きさというか、改めて今実感してて、まあ、これからどんどん、勝ちを積み重ねていけるように頑張りたいと思います。今日は沢村賞投手の大野雄大投手との投げ合いでしたが、7対1で投げ勝ちましたね。そうですね、まあ、本当に、野手の方が打ってくれたっていうのがあって、自分のリズムにどんどん乗っていけたっていうのが一番かなと思います。この札幌ドームではシーズン序盤、悔し涙したこともありました。4試合目にしてようやく勝利ですね。嬉しいです。ファイターズで初めてドサンコでドラフト1位で入団、この生まれ育った北海道で勝利を手にしました。改めてそのあたりの気持ち聞かせてください。まあ、特別な一緒だと思っているので、これから伊藤大海が始まっていくという気持ちを持って、これからもどんどん、いろんなことでトライして、一つでも多くファンの皆さん方と、勝利を喜びたいなと思います。本拠地初めてのヒーローインタビューとなりました。